野ギ宗ムネは、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。新影流の兵法家、野ギ家元の子。百官名は、田島守、忌ミナワムネト通称は、新助、新次郎、新左衛門、江門。入道してからは、赤州祭と合した。子に、野ギウ勝、シカ宗則、野ウムネノほか、 大和の国人や牛氏の当主、はじめつつい淳慶に仕え、後に松永久秀の家臣となって、頭角を表すも、松永氏が滅亡したこともあって、武将としては不遇に終わる。一方で、上泉の仏名より伝授された、新影流の剣豪として名高く、徳川家康の師範に招かれ、息子、宗則を推挙したことで、やぎ家け繁栄のきっかけを作った。 宗都市本人は生涯自身の流派を新陰流と名乗ったが、野牛流の流祖に位置づけられることもある。新陰流標法目録時、宝山でエラ所蔵吉則寺大和国野牛賞を領する、野牛家玄の客男として生まれる。青年について、野牛家類代の家父、玉、堺周囲で大英7年とあり、完成重修所家父もそれに準ずる。一方で、宗都自身の記述として、 慶長11年2月に発行した目録で、少年78歳と記しており、そこから逆算すると、享禄2年となる。当時の山戸は、騒乱が続き、天文13年棟年15歳の時に、野牛家の本拠地である野牛城は、筒井殉賞の攻撃を受けた。同時代の日記、多門院日記によると、この時の筒井側は、総勢1万にも上ったといい、3日にわたる、 攻撃の末に、野牛城は落城した。父、内玄は、筒井氏に侵入して、加盟存続を図り、筒井氏から所領を安堵する書状を受けた。宗都氏も、筒井氏の家臣として戦い、順庄の後を継いだ、筒井淳慶から、家玄宛の書状で、新次郎殿が、早まで行われた合戦で比類なき名誉を、果たして負傷したと、称されている。 筒石に仕える武将として活動する一方で、若年時から剣術を好み、諸流派を学んだ。宗都氏が治めた流派については、江戸野牛家の家父、玉、栄周囲で、都大東祭に、富田流を学んで、王義、獅子の洞入りを治めたとあるほか、尾張野牛三代、野牛岩尾の部が書いた、野牛新影流演技では、神取新十郎に新刀流を学んで五機内外で、 なお知られていたとある。永六二年宗俊三十歳の時、当時幕府の実権を握り機内の支配を進めていた、三好長慶が、重臣、松永久秀に命じて、大和へ進行する。宗俊は、四君、筒井淳慶より引き止め工作として、白土を与えられるが、同年8月に、久秀が淳慶を敗走させて、大和を支配下に置いたのを機に、 津津に離反して、久秀に組みした。永六五年三月、久秀が属する三好氏は、畑山、根頃連合軍との戦いで大敗したことをきっかけに、刑を放棄するなど劣勢に立たされる。このような状況下で宗都氏は、久秀の居城である、多門山城に火星に入り、半三好氏の勢力に対抗した。久秀は、宗都氏の火星を喜び、 自らは取り替えに陣を敷いたことを告げ、弱者ともが敵に城を明け渡しても即座に打ち果たすので安心してほしいと強がっている。三好氏の苦境は同年5月の京行時の戦いに勝利するまで続くが、この間久秀からは宗都氏が離反しないように軍事情勢を続けざまに伝えるなど励ましの書状を受けている。そうした中で宗都氏は、 久秀の信用を得てその側近となり、取り次ぎとして、三好家中枢への使者も務めるようになっていった。A66 年正月27日、久秀に従って、遠の峰を攻める。この戦いは、久秀方の敗北で終わるが、宗都氏は、味方が敗走する中、槍を働かれ腐敗の支給をあげたとして、久秀から、後口ひるいなきお働きとして、感情を与えられている。 この時、宗と氏は、敵の美濃は良市に拳をいられて窮地に陥っているが、家臣の松田玄次郎、鳥居相模坊が良市を倒して、危機を脱した。玄次郎はこの戦いで内地に死にしたが、宗と氏は生涯その恩を忘れず、玄次郎の維持に剣術を教え、晩年に、新影流の因果を与えた際には父、玄次郎の武功を、比類なき働き、内死にの段さらに忘れを数こうと称えている。 同年6月16日、久秀からの自家城でかつて、筒井に仕えていた際に得た白土の返地として、秋篠文を与えられ、久秀との主従関係を強化される。同じ月に、長兄の着難、三好義之が病に倒れると、宗としは久秀から所情を託され、弱気をとろし、義之の病状を隠蔽する、よう意見する主君の考えを、三好家主下心。 岩成智道に伝えた。このようにこの時期の宗都市は、三好家時期当主の既得という機密情報も任されており、久秀にとって最も気を許せる家臣として扱われていた様子がある。永6六年胸都三十四歳の時、新加瀬竜竜祖として名高い兵法家、上泉信綱とその門弟の一行が上落の途上で奈良に立ち寄ると、信綱を訪ねてその門弟となる。 入門の経緯について、宗都市の総尊、野生都市法が残した、新影流標法由来によると、宗都市は信綱な本人との試合を望んだものの、信綱なは先に、弟子の鈴木威迫と立ち会うように言い、宗都市は、さらばと何度か試合したが、自分より二寸短い市内を操る、威迫に惨敗したという。ただし、この試合の内容には、遺説もあり、江戸時代中期に表された、 武功雑記では、試合の相手を同じく信のぶつなので死の引きた、文五郎ろうとしているほか、終わり藩の資料を編纂した、名古屋市市あり方の子孫が書いた、聖伝新影流のように、のぶつなが、直々に相手を務めたとするものもある。いずれにしろのぶつなが編み出した、新影流に乾杯した宗と氏は、己の未熟さを悟って即座に、弟子入りし、のぶつなを、野牛賞に招いてその件を学んだ。 翌 A67 年、信綱は、武方刀取の公案を宗とに託して、野牛賞を離れ、当初の目的だった刑に登る。A68 年4月に再び信綱が、威白と共に、野牛賞を訪れると、宗とは信綱に自ら工夫した武方刀取を、披露して、信綱より、一国一人因果を授かり、さらに翌 A69 年には3度、野牛賞を訪れた信綱より、 新加減流目録を与えられたという。A67 年三好家当主、長慶が死去して、若き三好義継が後を継ぐと、宗都市が使える松永久秀と三好家の重臣、三好三人衆等との間に対立が生じ、やがて三好家中を二分した争いになる。三人衆は、当主、義継を擁立し、宗都市の前の主君である、 筒井淳慶をはじめとする山との国人の多くが三人衆と結ぶなど久秀は孤立するが、宗と氏は久秀方に止まった。久秀は劣勢を強いられるが、A60 年に三好家当主、三好義継が三人衆への不満から出奔し、久秀に味方したことで、かろうじて復活を遂げ、戦況はこ着する。この状況を打開するため、久秀が前将軍。 足利義輝の弟、足利義明と同盟を結び、義明と、その擁立者、織田信長の上落を図ると、宗とも久秀に従って、義明上落のために尽力する。同年8月21日には信長から書状により、上落の元準備に関する指示を受け、続く28日には、信長の重臣、佐久間信盛から上落が延引していることについて、 弁明の書状を受けている。これらの書状で見られる通り、この頃の胸都市は、外部の信長やその重臣からも認知される存在となり、直接書状を受け取っている。胸都市はこのか久秀の主君である、三好義継からも直接感情を得ており、この時期松永氏の弱体化によって、相対的に存在感を増し、より気として半ば独立する立場となっていたという、見方もある。 同年12月、上落を控えた信長から、大和や山城南部の国人たちに宛てて、松永久秀とその子、久道への協力を求める書状が送られる。この書状は、同内容のものが複数減損するが、八木家には宗都に宛てられたものの他に、宛名が幸福寺在人集となっているものも保管されている。このことから、この頃の胸都市は、 久秀の軍事的基盤の一人として、幸福寺に陣取る軍勢を率いる立場にあったと見られる。A61 年宗都39歳の時、足利義明が織田信長を伴って上落を果たすと、宗都の主君、松永久秀は織田軍と協力して、山との平定を進めた。宗都はその年の10月に高畑で落橋重傷を負っているが、 翌年の5月には回復し、久秀の伊次郎多門や真郎において、着難、野牛。久秀は、主家、三好義継と共に義明の幕府を構成する、一員となって尽力するが、やがて長年敵対していた、筒井淳慶と義明が結んだこと等により、幕府を離脱して義明と敵対した。元気2年8月4日、久秀の指揮の下で宗と氏は、 吉明法の筒井純慶が守る辰野一条を攻める。この戦いで久秀方は大和国始まって以来と言われるほどの大敗を期し、久秀の一族や多くの重臣が討ち死にした。多門院日記によると、この戦いで負傷した者の中に宗俊の息子もおり、戦場で重傷を受けて廃人となったと伝わる。長男利勝はこの戦で障害を異障害や牛匠に。 必足することになったと見る向きも強い。同年10月、久秀が山城南部を攻めて奈良を留守にすると、宗都市は、久秀の子、久道の命を受けて、吉明への調略の一環として東国へ思想を使わし、伊賀州への調略や大阪本願寺と伊勢長島、一向一揆との交渉に当たった。この年、後に家督を継承する場所、野牛宗ノが誕生した。 元気3年4月、宗都市の主君、松永久秀と、三好義継は、織田信長との対決姿勢を明確にする。信長に反抗する勢力には、将軍、足利義明等も加わり一時は信長を圧倒するも、やがて劣勢となって元気4年11月に義継は、居城を攻められて自害し、久秀は降伏して、信長に侵入した。秀が信長に屈して、 以降の胸都市の動向は、はっきりせず、野牛孫氏、野牛の里は、足利義明の宝畜による、幕府崩壊を機に、天正元年以降は、一切の経累を断って野牛谷に身を隠したとし、野牛岩尾町も、聖電新加芸流で同意する。一方で、歴史学者の高柳工事は、本願寺の下妻来京から胸都市に送られた、伊勢の長島との取次ぎを依頼する書状について、 天正二年のものと推定し、依然として、久秀の敗下にあって信長と対立する、本願寺と通じていたとする。天正四年宗年四十七歳の時、信長が大和の守護を久秀の旧敵、筒井純慶に任じると、翌天正五年、久秀は、死山城に牢城して、再び信長に反抗し、同年十月、信長の着難。 織田信忠を総大将とする軍勢に包囲され、自害した。久秀が滅ぶと、山和一円は、筒井氏の支配のもとに置かれた。江戸時代中期に成立した、玉、摩、堺周囲など宗ねの長男、と勝が、筒井淳慶に仕えていたとする文書もあるものの、八重家が保管する書状の中に、この時期に、筒井淳慶から当てられたものはなく、歴史学者の天野忠之は、 筒池に侵入していた様子はないとする。同時期、宗と氏は、元関白、この絵咲久へ、表裏沿いなく奉公することを希望して、生死を提出したことが咲久の書状で明らかになっている。咲久は、正月22日付の上野信孝に宛てた書状で、この、宗と氏の申し出について、関越の至りと感想を記しているが、咲久は信長が死去した。 天正10年以降、機内を離れていた期間があり、真珠がいつ頃まで続いたかは定かではない。またこの頃より兵法家として活動した形跡が資料の上でも確認できるようになり、天正7年に三好左衛門の城宛てに印刷状を発行したのを、はじめとして複数の目録、印刷状を残している。天正13年、宗年56歳の時、 天下を統一した豊臣秀吉の命で、山との支配者が筒石から秀吉の実弟豊臣秀長に代わり、山との武士は伊賀に移るか昨日を迫られる。江戸中期に成立した野牛雑記では、秀長の統治下において、野牛の小恩殿の都賀に処せられて、累代の所領没収されたとあり、野牛家が困窮した要因となったとされる。この件について、 対抗検知に伴う消炎性の崩壊で、八ギル家が代々保持していた召喚としての権益を失ったことを示唆しているとする意見もあるが、詳細は明らかではない。この危機的状況の中、天正13年の11月9日に宗と氏は、大宮一軍桃井氏を与える内容の差出人不明の治行文目録を授かっている。当時、大宮周辺は、秀吉、秀長の追いの関白、 豊臣秀次が領有していたことから、ま栄周囲の弊者は、この頃の宗都氏は秀次に仕えていたのではないかと推測する。その後の宗都氏の領主としての活動は半然とせず、文禄2年64歳で剃発、入道して石州祭と名乗ってからは兵法家としての活動に注力していく。同年9月には、自身の兵法官を109種の和歌として、兵法100種にまとめ、 その冒頭で、世を渡る技のなきゆえ標法を隠れがとのみ頼む溝、憂れ行きとして、自らの境遇を自重的に歌っている。文禄3年5月、武全国の大名、黒田長政の鳥なしで京都高が峰、お小屋で豊臣政権の重一号大老、徳川家康に招かれ、家康本人を相手に武刀取りの術技を示す。 家康はその場で、宗都市に入門の聖書を提出し、200国の放録を求した。この時宗都市は、自らの側で出資するよう家康から求められたとも、優が、故持して同行していた、伊豆の野牛宗ノリを推挙したと、野牛家氏はでは伝えている。この頃宗都市は、家康と同じご大老の毛利出る元に対しても、兵法の教授の継続的に行っており、 文禄四年からの数年間で複数の伝承を授与している。標報を通じて徳川と毛利良家からの援助を得ても、依然として、八ギウ家は困窮しており、文禄四年七月には、旅先から妻にあてて、もし自分が死ぬことがあれば茶道具を売り払って、葬儀の費用に充てるよう、遺言を残している。この中で宗都市は遺産について、最女の取り分の残りを宗則に与えるよう指示しており、 この時点で宗のを後継ぎとみなしている様子がある。慶長3年8月に豊臣秀吉が没すると、家康と寺本は豊臣政権の主導権をめぐって徐々に対立するが、家康に宗のを使えさせつつ、自らは寺本にも標法を指南する状況はしばらく続いた。慶長4年3月、寺本に対し改殿委員会として規制門を与える。この中で宗とは、 これまでの数年間にわたるテルトからの、扶助について、例を述べ、兵法の極意伝を少しも残らず送電したことを、記すとともに、兵法だけに限らず、表裏別心のないことを自ら誓っており、関ヶ原の戦い前年のこの時点での宗とはむしろ、毛利よりという意見もある。慶長5年7月、徳川家康が、上杉加月勝討伐の、徳川方で従軍していた。 宗都市の子、宗則は、家康から宗都市宛ての書状を託されて故郷に戻り、筒井純祭と協力して、大和の豪族を集めて石田方を牽制するようにとの、主君の命を父に伝えた。宗都市は宗則に協力して、家康の命を果たしたと見られ、同年9月13日には宗則が家康に無事、工作を終えたことを報告している。 宗則は続く関ヶ原の戦いの本戦に家康の本陣で参戦し、徳川方が勝利するとこれらの功績を認められて、没収されていた野牛将の本領に宣告を与えられた。徳川家に組み下野牛家は照本に敵対する形となったが、これ以降も宗都市の皇帝、野牛松江門がもう都市家に仕え、宗乗が照本の子、秀成に伝承を与えるなど関係は続いた。 慶長八年、熊本藩主、加藤清正の要請に応えて、長子、年勝のこの野牛年吉を、加藤家に仕官させる。宗年は旅立つ年吉に、新陰流標本目録時を与えるとともに、年吉の気承を暗示、年吉が、死罪に相当する罪を犯しても三度までは許すように、清正に願い出たという。しかし年吉は、出資後一年足らずで同僚と争った末に、 これを切り、加藤家を致死して、開国修行の旅に出た。翌年の慶長9年、旅先の年吉に海泥印花城を送り、年吉が野牛省に帰還した際には、自筆の目録、没字アジシュダンク伝書に大立ち一振りと、上泉の仏名から与えられた印花城、目録の一切を合わせて授与した。慶長11年2月、戦勝で体に障害があった、灯される調子。 としかつに、没事味手段区伝書と回伝因果を授けた。続いて、宗都氏は、徳川家に仕えていた、罰子、胸ノリも、江戸から呼び寄せ、回伝因果を与えたとも言うが、この因果上は現存しない。その年の4月19日、野牛賞にて死去。去年78、法名は、吉ノリ院伝子忠氏、終始思想、うん、胸都市奈良市の中宮の寺に葬られるが、 あとに、宗則が、八重家の母大寺として、義則寺を回帰したため、義則寺に墓所がある。宗都氏の死後、家督は、徳川将軍家に仕えた宗則が継いだ。宗則は二大将軍、秀忠およ及び三大将軍家光に、新影流を伝授し、その門弟も諸藩に採用されて、八重家の流れを組む新影流は、天下病法の大化と称されるほどの流星を誇った。 宗ノりは幕政にも関与して、家像を重ね、ついには大名家に列した。明治維新の後、廃藩置県を機に宗ノりの子孫は、家伝の新影流の伝承を廃止したが、上司、都勝の子で、古参や、尾張徳川家に仕えた、年吉の子孫が普及と伝承を続け、現代に至るまで連綿と新影流を伝えている。因果上、目録、入門の生死が現存する。 文化当主自身が文化に入門している家、及び当主大名家に仕えた門邸その他の文化演歌場、目録が現存していない門家大名家に仕えた門邸その他の門化多門人日記。第1巻天文13年7月。該当箇所は P355。ありがとうございます。